シャテルロー橋はフランスにある橋である。カミリユド・オーギュ橋とも、ビエンヌ県のシャテルローにある、ビエンヌ川に架橋されている。下流には1611年建造の石像アーチ橋、アンリ・ヨンセイ橋があり、その東側に市街地が広がっている。橋の西側には自動車やオートバイなどを扱った博物館などがある。1892年に、 フランス・パリに鉄筋コンクリート構造物を専門とする会社、n ビ i c 社を創設したフランスは n ビ i c が開発した n ビ i c システムと呼称される鉄筋コンクリート技術を用いて建造された。この橋が建造された場所は、もともと鉄橋が建設される計画が上がっていた場所であった。1824年にビエンヌ川の西岸に軍事工場、 シャテルロー兵器所が建設されたことによって、シャテルローに新しく橋を建造する必要性が生じた。1897年、兵器所と市街地をつなぐことを目的とする橋の建設が、シャテルロー市議会で決議される。同年11月、当時の市長、カミー・ユド・オをギオとし、技術者のアンタンラを含む、経営17人からなる委員会が結成される。 1899年8月15日に着工された。建設の式は道具によって行われた。1900年に完成され、同年3月から4月にかけて、地下重試験が、8月に同化重試験が行われ、9月1日に開通した。2002年11月22日、歴史的記念物に指定された。三景館から構成される鉄筋コンクリート造り。 上地式の開け川は千葉市である。橋の長さは144メートルである。福音は8メートルである。高さは8.15メートルである。構造設計は n ビッグによる。車道と歩道の併用橋である。車道は5.0メートルの福音を持ち、歩道は1.5メートルの福音を持つ。中央島町は50メートルあり、両側系町は40メートルある。 鉄筋コンクリート作りの橋としては、世界で最初に島町が50メートルに達した。高欄は連鉄で作られている。この橋に使用された鉄筋は、引っ張り強度が42キログラム、平方ミリメートルで、破断後の伸びが20%の鋼である。ありがとうございます。